あ、こちらが有効ブリッジの方です。メコン川の方です。周りは何にもありません。ご覧の通り何にもありません。そしてこちらがビンちゃんの方向です。そうですね、線路は300メーターほど先で止まってますね。なくなってます。さあ、いつになったらビンちゃんまで回収するでしょうか。合図の鐘ですね、タイと一緒です。これ入国書類をもらいました。そしてこちらの窓口で入国審査通りました。あります。野良牛ですかね、いますね。全くなのかな、執着。ラオスでただ一つの駅です。今作で線路は終わってます。